て縦当てます。でここからですね、縦当ててここで落として、ここでここら辺が空いてくる、これがいいですよね。やっぱりこのフォーメーション、きた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 、ナイス、いいね、いいボール。あ、もう一回ある、はい、バッチョ、流れのこんなターン、はい、食べた、ナイス、オッケーオッケーオッケー、カナダ行こう、裏めっちゃある、空いてるこれ、いける、レオン、レオン、えぐい、ここ使おう、ナイス、数的優位すぎる、ここ、おい、レオン、落ち着いて、はい、はい、はい、どうも、チョブリです。てことで、今日はですね、今週の最強ガチスカート回数やっていきたいと思います。毎週これですね。今週も木曜日にライブアップデートがありましたというわけで、僕は今週組んだガチスカートを回数した後に試合までやっていきたいと思います。いや、今週はね、めっちゃいろんな講師があったんですけれども、今週もこの企画やっていきましょう。まずはね、調子の確認からというわけで、ライブアップデート評価 AB ですね。調子がいい選手見ていきましょう。はい、まずは今週調子がいい選手こんな感じになってます。ムバッペ、ケイン、キミヒ、ビニシウスというわけで、ここら辺が調子いいですね。あとバルベルテ、手足提言、レバノフスキーとかムシャラとかね、こんな感じになっております。ディフェンスラインだとアラホとかね、組んでも調子いいですというわけで、割とスカットも組みやすいんじゃないかなと思います。デリフトも今週いいですね。あとはハキミとかね、テオエルナンデスも調子いいというわけで、ディフェンスラインでね、調子がいい選手は結構多いんじゃないかなと思います。あとはヌーノメンデスも調子いいですといった感じで、こんな感じですかね。はい、続いてがライブアップルと評価 DE というわけで、今週調子が悪い選手見ていきましょう。はい、今週調子が悪い選手こんな感じですね。まずオブラクね、調子悪いというわけで、ゴールキーパー1人ね、ガチスカ級選手が調子悪いですと。あとはキエザ、デッパウル、ブラホビッチとかね、リュカ・エルナンデスも今週調子悪いですね。あとは総合値も70代になってきますということで、まあこんな感じになってるんじゃないかなと思います。まあそこまでスカットに影響はしてこないんじゃないかなと思いますね。はい、というわけで調子がいい選手悪い選手見ていったんですけれども、こっからいつも通りね、僕は現役選手で組んだガチスカットとエピックとかビッグタイムのビーコテアリで組んだスカットね、2つ解説していきたいと思います。まずはね、現役選手スカットから見ていきましょう。はい、ということでこちらがですね、僕が今週組んだ現役選手のガチスカットになります。いかがでしょうか。まずフォーメーションですね、皆さん。なんとね、今週からこのフォーメーションが動かせるようになりましたというわけで、これでね、皆さん楽しんでるんじゃないかなと思います。どんなフォーメーション使ってますか。僕は一旦ね、このフォーメーションでやってますということで、まあいろんなフォーメーション試してる最中ではあるんですけれども、僕もね、背置き版でやっていて、やっぱりこのフォーメーションめちゃめちゃ強いんで、アプリ版でも使ってみようって感じで、まあとりあえず一旦このね、433の形使っております。メンツはこんな感じで、ライブアップデートもね、このような形になっております。一応キーパーとアンカーの遠藤と CF のソン・フンミン以外はライブアップデート A か B というわけで、まあ比較的ね、ライブアップデート元に組んでみたんですけれども、まあ1個ずつで見ていきますか。ゴールキーパーどんなルーマということで、今週ね、ゴールキーパーあんまり調子いい選手がいないんで、まあ、B の選手持ってる方は B コートの選手、まあ現役選手だったらやっぱりどんなルーマとかがいいんじゃないかなと思ってます。でセンターバックはね、クンレとデリフトというわけで、この際今週調子いいんで使えるんじゃないかなと思います。あとこの右のサイドバック的なところで、このね、ロメロを使ってますというわけで、これね、サイドバックではなくて、このセンターバックでもできるんで、これめちゃくちゃいいですよね。この 3CB で1枚だけサイドバック、まあこれね、据え置き版でもめちゃくちゃ流行ってるんですけれども、個人的にはね、アプリでもやれるんじゃないかなと思います。まあまだ試し中ですね。左サイドバックにはね、今週布目ですが調子いいですということで置いております。で、今週アンカーでね、調子いい選手があんまりないんで、エンドを置いていて、そしてブルーロックガチャだったこのキミヒを CMF で置いてますね。このキミヒね、そこそこ悪くないかなって思ったんで、使っていこうといった感じで置いております。そしてブライム・ディアスがね、今週ライブアップデートが B ということで、これめっちゃ熱いですね。僕ブーサの持ってるんで置いております。で 3CF っていうか 2CF1ST でムワッペン、ソン・フンミンとラファシューバって感じになっております。ムワッペとね、ラファシューバは今週欲しいんですけれども、ソン・フンミンはね、今週 C というわけで、センターフォワードで今週あんまり調子いい選手がいなかったんで、ソン・フンミン使っております。そしてベンチメンバー見ていくとこんな感じになっております。まずスーパーサバークでホドリゴ、チュクエでムシャラ、伊藤選手というわけで、この4人がね、スーパーサバークになっております。ライブアップデートもね、こんな感じというわけで、ムシャラとね、伊藤選手は今週 A なんで、これスーパーサバー熱いんじゃないかなと思います。そして C なんですけれども、メッシュを置いていて、せっかく配布されたんで使っていこうかなって感じで、このね、ブルーロックの久保選手も置いております。あとはこの週刊 FP でこのバルベレデが当たったんで、まあ CMF で使っていこうかなっていう感じで置いております。あとアルバレスもね、今週 A というわけで、まあ、ベンチに置いてますね。あとはね、ライブレサラを置いていて、週刊のギュンドアンと、こちらのワールドカップ週刊のディマリアですね。これは中盤の交代要因で、ディフェンスラインの交代要因でバストオンといった感じになっております。1枚だけね、ディフェンスラインで、他全員はもう中盤からね、上の選手の交代要因になっております。ライブアップレートはこんな感じというわけで、まあ今週は C の選手も多いんで、まあスカット全員を A とか B で固めるのは難しいのかなと思いますね。で監督はね、なんかいろいろ変わったとかありますけれども、一旦テンハグを使っておりますというわけで、チームスタイルはローンカウンターを使用しております。まあ、フォーメーションもね、まだ悩んでる最中ではあるんですけれども、さっきからね、何試合かこのフォーメーションを使ってきて結構強かったんで、やっぱりこの形、まあ据え置き版ではそうですけど、
とまあフリーワンでも強いんじゃないかなと思います。はい、てなわけで現役選手スカット見ていったんですけれども、ここからはねエピックビッグタイムショータイムありの B 固定あり最強スカットを見ていきたいと思います。はい、こちらがですねエピックビッグタイムとか全部ありの最強ガチスカットになります。メンツめちゃくちゃエグいなってね感じがするんですけれども、基本的にさっきの現役スカットとフォーメーションの形は一緒ですというわけで、ゴールキーパーがいて 3CP で1枚だけサイドバックがいるっていう感じになってますね。ライブアップレートはもちろんこんな感じになっておりますというわけで、まあそこまで大きく変わってないんじゃないかなと思いますね。まあディフェンスラインは、ね、いつも通りの4枚で、ただサイドバックのところはセンターバックになりましたと。で、アンカーでね、ライカルト置いていて、CMF でフレンキー・ディオン、そして OMF でリヘネス置いていて、同じく3トップで 2CF にバッチョとレオンですね。そしてセカンドトップに神の子メシといった感じになっております。最近バッチョはね、使用感めちゃくちゃいいんで使っております。ベンチメンバーはこんな感じですね。ベンチメンバーもそこまで変わってないんですけれども、変わったところで言うと、このインザーギですね。これパックのインザーギなんですけれども、なんかね、オフェンスが高くてそこそこ強かったんで、まあ、使っていこうかなって感じで、まあそのうち外れると思うんですけれども置いております。そしてこのジーゴですよ。なんとナンバー10がね今回強化されましたってことで、僕も実際に使ってみたんですけれども、かなりね裏抜けするようになってるんで、まあ、これは強いだろうというわけでジーゴナンバー10で置いております。あとはスコールズかな。このスコールズ個人的に、ね、結構気に入ってるんで、まあ、CMF で使っていこうかなっていう感じで置いております。まあ他に関してはねそこまで変わんないかなと思いますね。スーパーサバークでルンメニゲとコンノさんとムシアラとフリットといった感じになっております。まあこのスカットもディフェンサーの回は1枚だけでエジメルソンが入っているっていう感じですかね。こっちのスカットも同じくね監督はテンハグでチームスタイルはローンカウンターといった感じになっております。まあこのフォーメーションね結構変な形するかなというふうに思うんですけれども、普通に強いんで、まあ今回はね久々にこのエピックビッグタイムショータイムありのこっちのスカットで今週は試合やっていこうと思います。てことで早速ねこのフォーメーション使って試合やっていきましょう。はい、マッチングしたのでやっていきましょう。まず調子ドンということで、おっとこれバッチョが絶好調、めちゃくちゃいいですね。島行きでも絶好調と、ベンチはこんな感じになっております。めちゃめちゃみんな調子いいな。インザーゲ絶好調、リベリも絶好調か。リベリ OMF で使っていきましょうか。これでやっていきたいと思います。まあインザーゲはスーパーサブで使っていきますかね。はい、よろしくお願いいたします。というわけでやっていきましょう。このフォーメーションで僕も久々に今アプリ版で使ったっていうか、まあ、据え置き版で使っていたんですけれども、アプリ版でもやっぱり強いなというふうに思いましたね。ここライカールとしっかりナイスいい守備して縦当てます。でここからですね縦当ててここで落として、ここでここら辺が空いてくる、これがいいですよね。やっぱりこのフォーメーション、きた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 。でなんか切り込んで、切り込めなかった、ちょっと滑りが悪かったですね。ここあちょっと開いてる、これまずい。こういうビルドアップはねこのフォーメーションやっちゃったらまずいですね。しっかり上から下げていきましょう。ここしっかりとマッチアップしながら、いいですね、リベリ行かせて、なんか切りつつ、うん、相手だいぶね攻撃的なフォーメーションなんで気をつけていきたいですね。ここ使って、ここ当ててからのこの攻撃の速さ、ここですね。これ、この人数の多さ、てか相手のシーンも少ないだろ、これ。ここ、はい、レオン。いやー、マジ無理？リベリ頑張れ。そしたら、リベリ落ち着いて、中使っていって、立っていって、マイナス。え？出せない？いや、マジか。なんとか耐えろ。アラホ、生かしつつ、いいよ。いやない守備、いいね。フレンキディオング、当てて、ここ当てる。もう一個。いや、バッチョいいよ。ゴー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 。バッチョ早ー。ナイス。で、また切り込めるかな。はい、イエーイ、最後の最後で全然点取るね。もうこっちも攻撃はいい感じですけどね。ナイスライカルト、いいね。でここ使っていって、で奥来た、レオンからシューキャン入れて、はい、いやー惜しいね。さっきからいい攻撃はねめちゃくちゃできてるんですけど、得点に全然つながんないですね。ラストがうまくいけませんというわけで、ここフレンキーディオンから中切り込んでいける、これインパクト、いやある、あ、待ってこんなに点入んない。もう一回ショートコーナー行きますか。ここはフレンキーでもうまくターンして、でここターンして、でここもターンして、中、はい、いやライカルト触って、きっとレオン、もういける、いや無理か、頑張れ、やばいこれ簡単、怖いぞ。しっかりフレンキーでも下げて、ナイス当てて、ここ、いや無理、ナイス、冨安。まだあるよ、攻撃。中使っていく。縦当てていく。で、ここでここ使って、一回落とさなくか、シューキャン入れる。で、縦。で、ここ、レオン。いや、入った。なんだこれ、すごいな。前半はね、めちゃくちゃシュート打ったんですけど、なかなかね、点入んなかったんで、後半点取っていきたいと思います。これ、まずい。頑張れ。ナイス、ベルゴミ。いいね。やっぱりこの 3CB1SB、これ守備硬いですね。ここ奥行きたかったけど近く行っちゃった。いいよ、メッシから当てて、ここ使って、もう一回、いいねって、ここメッシから中切り込んでって、いやー無理か。ナイス。
いいね、いいボール。あ、もう一回ある。はい、バッチョ。流れのこんな。ターン。はい、食べた。はい、ナイス。いいですね。いや、ナイス。いいね、いいボール。あ、もう一回ある。はい、バッチョ。流れのこんな。ターン。はい、食べた。はい、ナイス。いいですね。いや、相手の方、シュート人数少なくねえか、マジで。これかなりピンチすぎる。頑張れ、アラフォ。怖い。怖い。マッチアップして。頑張れ。ナイス。オッケーオッケーオッケー。カナダ行こう。裏めっちゃある。空いてるこれ。いける？レオン。レオンえぐい。レオンえぐい。食べた。おい。おい。待って、なんでだよ。なんでこんな外すんだよ。やばくないか、外してる具合が。外すぎじゃね？ここ。ナイス。当てて。で、ここ使おう。ナイス。数的優位すぎる。ここ。おい。レオン。落ち着いて。おい。撃て。おい。オッケー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 。ここ。ナイス。当てて。で、ここ使おう。ナイス。数的優位すぎる。ここ。おい。レオン。落ち着いて。おい。撃て。おい。オッケー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 。いや、ナイスですね。選手変えるの忘れましたけれども、いや、この3対0はかなり大きい。ナイス。いや、いいですね。奪ってレオン。レオンめっちゃいい抜け出し。これ行きましょう、また。おい。で、最後、ジョン。オッケー。いや、いいですね。奪ってレオン。レオンめっちゃいい抜け出し。これ行きましょう、また。はい、で最後ジョン、オッケー。いや4対0と、まあ、一旦選手を変えていきましょうか。そしたらインザーキね、絶好調に使っていきましょう。でフリットもシーフル使っていこうかな。セカンドトップのところにルンメニゲ使っていって、めっちゃ豪華なスパサブだな。ムシアラ OMF で、でここし、あ、ジーコも使いたかったけど、まあ、いいか、スコールズ変えて、まあ、この5枚替えでやっていきましょう。よろしくお願いいたします。ということでやっていきましょう。このインザーギね、結構悪くないんですよね、これ。このインザーギなんかオフェ戦っていうか、動き出しがね、結構いいっていうか、普通に奪われていくと。このインザーギは持った時の召喚というかは、なんか AI の動き出しかな。それがね、なんかオフェ戦が高いからかいい気がするというわけで。ナイス。ここから立っていける。インザーギ来た。インザーギニアにズドン。いや、ナイス。ここから立っていける。インザーギ来た。インザーギニアにズドン。いや、早速ね、ここで結果出していくと。普通にこのインザーギかっこいいし、ロマンあるよな。てか、あのパック皆さん買いましたか？ 1500 円はさすがにこう高すぎるんじゃないかなって僕の所感としては思ったんですけど。あれ、売れてるんかな？お、ナイス。ラストこれちょっと無失点でいきたいな。これ上怖い。意外とこのね、フォーメーションね、3CB、1SB なんで、守備も結構硬いんですよね。怖い。ナイス、ベガミ。下ここ、下当てて、このカウンターがね、早いですと。当てて、ここ、いける。で、逆に、むしゃら。いやー、無理。ラストあるぞ。ルンメニゲ。一回、下。チョン。ナイス。で、中。いいよ。当てて、裏ある。来たー、インザーギー、抜け出しー。チョンと。で、もう一回落ち着いて、ポンと。オッケー、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 オッケー。で、中。いいよ。当てて、裏ある。来たー、インザーギー、抜け出しー。チョンと。でもう一回落ち着いてポンと。 OK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 。 はい、というわけで結果6対0でしたね。相手の方はめっちゃ攻撃的でしたけれども、シュート1本に抑えることができましたというわけで、まあ、やっぱりこのフォーメーションで攻撃も強いですけれども、守備のね、硬さも見せつけれたんじゃないかなと思います。まあ、このフォーメーションとかね、いろんなフォーメーション試してるんですけれども、やっぱりこの 2CF の 1ST これ強いと思うんで、ぜひ皆さんもね、試してみていただけたら嬉しいなと思います。あとはまあポジショントレーニングもね、追加されましたっていうことで、まあ、いろんなフォーメーションとかね、人生楽しめると思うんで、ぜひ皆さんもね、おすすめのフォーメーションとかね、おすすめのポジショントレーニングとかコメントしていただけたら嬉しいなと思います。はい、こんな感じでフットボールとか毎日投稿してますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃねー。